皆さんこんにちは。クロービッチユーレクタルです。今回はチャレンジオンの、はい、ワンフォーチャレンジ、はい、ということで、はい、ハローを告げるはもう皆さんにねやっていたんで、はい、言っていたので先に告知、はい、発表しました、はい、発表しましたので、はい、1週間頑張りました、ね、1週間とても頑張りました。僕たちめっちりお悩みを思い出すところから教えるところまで、うん、ね、踊ったことない人とかもう一からだからね。そうなんですよ、教わりましたね、踊ったことある人たちも思い出してたもん。そうだね、やっぱねマンホールの映像見ましたよね。見ましたね。見ましたね。マンホール見てほしいです。そうなんですけどね。そうです。はい、歌のね、今回、はい、はいはい、ハローツゲルをまあやるって言ってたんですけど、はい、サプライズで、おお、もう一曲、え、もう一曲練習したよね、みんな。イエーイ。ちなみにもう一曲の曲って何でしたっけ。もう一個の曲、 Make me, make me out。 イエーイ。 Make me, make me out は2人がね所属していたあのチームのね、そうですね。所属していたチームまして、そしてあの大金賞で見れたね、素晴らしいパフォーマンスでね、1位ということでね、グループランキングが、はい、だからか、そう、そうですね、1位ということで今回 やろうっていう話になったんで、はい、僕、今回は、ね、2曲、そうですね、2曲だからもっと頑張ろうということで、まあ、ヨイコールコールが見たいからワンフォールを見返してもらって、そうだ、で今のねベクタルメンバーとねハローを告げるペクミペクミの人がどれだけ変わったかをね、ちょっと見てほしい、してほしいところですけど、はい、まあ、皆さんここは思い出の場所ですね。そうですね、ワンホールから時代からね、懐かしいね、定点カメラを置いてね、いろんなものがありましたね、はい、ということでこの馴染んだ場所で、はい、4ステージとして発表していきたいと思います、はい、はい、皆さんもうストレッチも終わったので、はい、早速本番いきます。どうぞ。スパルタマネージャー、結構ボケたけど結構心臓バクバクして、
いやでもなんか懐かしい、ね、か思いの人もいればね。どうだろう、春をつけるさチーム踊ってたじゃん。俺たちは懐かしいって気持ちがある気がする。3人は初めてさ踊ったわけじゃん。そうね、やっぱ難しかった。すごい、いろいろやっぱね、あのコールコールコール僕やったんですけど、動きやっぱり違うんですよ。特徴も違うから、全然違うね。やっぱり使う体の部分っていうか、そうだね、全然違うんで、やっぱり最初難しかったね、やっぱりね。俺ら本当にやってた、3人そんなむずいの頑張ってた。いや、それはすごいと思う。本当に本当に今回1週間っていう、すごいね、なんかのスパンですごい頑張ってた。1日でもだって春をつける全部行って、そうね、組み合うとも俺らに教えなきゃいけなかったからさ、覚える期間やばかった。楽しかった、楽しいで、楽しかった、楽しかった。この1週間やったことないフリをするの、あ、そうなんだ。この1週間ね、話したの確かに、一回だけレッスンで教えてもらったね。久しぶりに教えてもらって、そう、あの春を告げるを思い出したよね、なんか、あのワンホール時代をね。大成功、これは。そうだね、これは大学に行きながらさ、やって、みんなが教えてくれたりとか、いろんな感じしてくれて、でね、あと、花さんも教えてくれたりとかね、ね、ありがたみが分かりましたね。本当にね、あのワンホールの方にもね、ちゃんと衣装着たバージョンで、本家バージョンがあるから、そっちもね、ぜひね、見てほしいですね。お願いします。はい、お願いします。じゃあまたチャレンジ5、チャレンジ6、ね、あと2個、はい、2個ありますので、折り返しも終わっちゃって、後半の本当に終盤だからね。そうだね、チャレンジ5も頑張ろう、頑張っていきましょう。はい、以上ベイクタイムでした。